北朝鮮兵士が亡命する過程で、韓国軍が二十数発の警告射撃を行ったことが分かった。韓国合同参謀本部によると、21日午前、北朝鮮兵士一人が韓国側へ亡命。この過程で、韓国軍が二十数発の警告射撃を行ったという。その後、 北側から銃声数発が聞こえたことも分かった。一方、この日午前8時4分頃、陸軍 GP 国境兵と監視装備などで北朝鮮兵士を識別。韓国軍が兵士を安全に確保した。